はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、今日はねこちらのねスペーシアですね。こちらマイナー5のスペーシアのね新車になります。このグリルのね形状でね、まあ違うっていうのはわかるんじゃないかなと思うんですけど、去年のね12月にオーダーを入れてて、まあやっとね来たっていう感じです。まあ今ね車は遅いんですけど、まあそれでもまだね去年の12月のうちにオーダー入れてた分なんで、まだ早い方なのかなとは思いますけどね。でこちらのねまあ、新車ですけど、やる作業がまあ電装品ですね。ナビとかドライブレコーダーとかそういったのをやっていきます。であとまあ新車といえばもう定番ですけど、新車のガス抜いてみてどれくらいになったかっていうデータもね取ってみたいと思います。それではね皆さんご視聴の方をお願いします。それではまずはね車を見ていきます。で毎回のお約束なんですけど、こちらですね燃料、もうなんで新車ねこんないつも入れてくれないんでしょうね。でもちろんこんな感じで満タンにしてます。もうサムさんとかはね新車中古車関係なく満タン引き渡しになってます。でこちらバイザーなんですけど、これ新品なんですけどね、ちょっとオーロラがすごいんですよ。なんかねディーラーにうちはバイザーで頼んだら、まあねそこのオリジナルバイザーみたいな感じなのを注文されてたみたいで、まあ要は純正品ではないんですよね。まあでそれでね、まあその OEM 品なのか何なのか、まあバイザー屋さんが作ってる、社外バイザーが作ってるところのバイザーじゃないのかなって思うんですけど、ちょっとオーロラがひどいんでね、こちらちょっと磨きます。でもうねこちらスーパーソフトのねスポンジと微粒子コンパウンドでね磨いてオーロラの方をね消していきます。ねディーラーさんもねこういったオリジナル商品として売るんだったら、もうちょっとね品質がいいものを出してもらいたいですね。で一応こんな感じでね、さっきよりはかなり良くなってますね。それでも若干まあオーロラがあるかなっていうところです。まあこういった感じで仕上げました。で次ですけどね、次はねこちら電装各種ですね。まあ一応ねナビとドライブレコーダーですね。でこちらバックカメラで、こちら ETC ですね。であとこちらがフィッティングキットで、まあ一応バラした状態がこんな感じになってますね。こちらがドラレコで、ETC ですね。でこちらバックカメラで、こちらの方がカメラがね、こういう風になってます。で、まあ純正じゃないんでね、取り付けをまた頭を作ってね、つけないといけないですね。で、こちらナビです。で、今からね、こちらの方をバラしていきます。で、あとね、全部取り付けた後にまた別で、納車前にね、追加でちょっとレーダーの方もつけてくださいっていうことだったんで、まあレーダーの方もね、後でつけてます。なんで、レーダーの方はね、ちょっと取り付けの絵はないですけど、最終的にはつけてる状態だけの絵があるっていう形になってます。でまあオーディオレスのね取り外しなんで、まあこういった感じでねここから外してパパッといけます。まあ、パネル関係もねだからないんで、まだ外す分が楽なんですよね。で新車はいいんですけどね、やっぱ古くなってくると硬くなってくるんで、やっぱ外れなくなるんですよね。で外した時にねピンが折れたりとかっていうのがあるんで、まあ新車の方がまだ楽かなっていうところです。であとね両サイドピラーですね、外しましたら、あとねこちらねフィルムアンテナですね、こちらの方を貼って、であとねフィルムアンテナを貼ったら、あとまたアンテナの線ですね、そちらの方を貼ってっていう風にねどんどん準備の方をしていきます。でまあ最近ですけど、まあディーラーの方とかがまあね新車売るときにオリジナル商品っていうの結構ねやってるんですよ。さっきのバイザーもそうなんですけど、例えばねマットとかバイザーとかですね、まあ、そういったのをねオリジナルでまあ売ってたりするんですよ。でバイザーとかはねほぼほぼもうね金額設定変わんないような感じにしてたりするんですけど、マットなんか割安で、マットは逆にね、軽自動車なんかだと、まあ、そんなにね、仕上がり大差ないです。で、例えば、車のね、ちゃんと名前とかも入ってるんで、まあまあまあ、何も言われなかったら多分ね、純正って思っちゃうっていう感じです。まあ、高級車なんかだとね、マットの厚みが違うんで、まあ大体純正を進めてきますけどね。だからバイザーも今回ね、こっちも気がつかなかったんですけど、オリジナルバイザーっていうところで持ってこられてたんで、最初のね、ツヤがね、あんな感じでね、なんか、オーロラまみれっていう、なんだこりゃって感じですよね。納車の時にね、ディーラーの人に言ったんですよ。これ、オーロラ入ってるやんって言ったら、ね、何もしてくれなかったですからね。まあ、やっぱそういうところのね、対応が甘いですよね。で、こちらですね、今からね、まあ、いろんな配線を這わしていきます。バックカメラと、ドライブレコーダーのリアカメラですね。そちらの方をやるんで、こちらのね、内張りを外して、で、あと配線各種ですね、全部引き回していくっていう感じになります。で、まあ、そんな感じでね、バイザーの件は、まあ、言ったけど、まあ、どうにもこうにもならないんで、まあ、こっちで磨いて仕上げたっていう形なんですけど、まあ、ディーラーでもね、やっぱ対応ってまちまちなんですよね。例えばですけど、昔あったのが、雨が降った日に車をね、納車してもらったことなんですよ。新車ですね。で、そのままね、何もせずにね、帰るっていうとこ。
まあ、これサムさんは思うんですけど、雨が降ってる日に屋根があるところに納車をしたんであれば、そこは吹き上げをした方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。ただね、ディーラーによってその同じ質問をね何件かしたことあるんですけど、やっぱ拭いて帰るっていうとこと、拭いて帰らない、やったことがないっていうとこもあるっていうとこだから、まあそういったのもねあります。まあ、あとね、まあ、別件ですけど、やっぱりこれはね全てのねディーラーさんで同じなんですけど、あの車をね買うときですよね、例えば見積もりが欲しいとかって言ったりとかしたときっていうのは、ものすごい勢いでね来てからね、どうしますかどうしますかって言うんですけど、買った後のねフォローがねないのはどこも一緒ですね。なんかだからもう餌的には釣った魚にはねもうあと餌をやらないっていうと言い方はちょっとねひどくなりますけど、本当アフターフォローがねなさすぎるっていう感じ。売るときはねめちゃくちゃ必死ですもんね。でまあサムさんとこなんかはね、だからまあこうやってまあ言ってますけど、結構ね向こうが台数に困ってたら各メーカーいろんなとこでね買ってやってますね。買ってやってるとか言うとね、また上から目線だとか言ってくる人いるんでしょうけど、実際何百万の車を付き合いで買うんだから買ってやってるって言ったっていいじゃないかっていう話ですけどね。そういう感じでね、あの本当付き合いでね車買うこと多いんですけどね。だから過去にねやっぱそんなんで買った後にねやっぱフォローがないことが多くて、じゃあ逆に何百万の車買ってみろよって言いたくなるんですよね、そういう営業の人たちに。でもそれはねやっぱできないわけじゃないですか。だからねやっぱりこうね、やっぱしっかりとアフターフォローするっていうのが大事じゃないかなと思います。でまあ配線関係をねこういった形で通していくときは、パーツクリーナーをねあの蛇腹の中とかに塗ってやると滑りが良くなります。まあ、そうすることでこうやって通してやってっていう形でね。で配線通し黄色いやつ使ってるんですけど、これエーモンっていうところを使ってます。まあ、いろんなとこあると思いますけど、いろいろ使ってみた結果エーモンが一番いいかなっていうところにたどり着いてます。でまあ、こういったね、まあ、作業をねする中でやっぱり伝送関係、ナビ、ETC、ドライブレコーダーとかって、まあ、大体新車だとあるんですけど、結構ね暇かかるんですよね。意外にね一人でやっててるとやっぱ1日かかるかなっていうとこ、2人でやればね1人が後ろをして1人が前をするっていうようなやり方でね振り分けが効くんで、まだ作業性はいいんですけどね、あの本当1人でやってると1日がかりでかかるから、車によってはね本当めんどくさい車とか多いあるんでですね、そういったの考えると結構伝送系の仕事ってあんまりやりたくないんですよね、暇ばっかりかかるっていうね。まあ、それに対してのね工賃が合ってないんじゃないのかなって思いますもんね。量販店なんかがね多分工賃安くしすぎなんじゃないのかなっていう、まあ、最近でこそ少しずつやっぱ高くなってきてるらしいですけどね、ちょっと見直しをしてるみたいな形です。であとねこういう感じでね、あの上側のまあ屋根裏ですね、そこに全部配線を入れていけば、まあ作業は楽かなと。これね上を通す人と下を通す人がね分かれるんですけど、上を通した方がね断然楽は楽です。だから外したりするときとか乗せ替えするときも上通しておくとね楽です。でこちらがねあのバックガーニッシュのところにあるバックカメラの目くらなんですよね。でこれをね加工して、あの純正のねあのカメラがないんで、ここを加工してね、あの車外のバックカメラをインストールするっていうのをします。ですんでね、あの上側のまずいらない部分をカットして、残った土台のみをあのそのまま車に貼り付けて、であと穴を開けてねバックカメラの配線を通して、この上面にバックカメラのねあの両面テープの部分を貼り付けるっていうようなやり方でいきます。だからこれでね出来上がったのを、あとバックガーニッシュのところね装着して、カメラを装着するっていう形で今回はつけてます。あの前期型だとねさっきみたいなのがついてないんでね、今度まず後ろのガーニッシュのね部分をカットするっていうとこ、もしくはバックカメラ用のガーニッシュを買えばそこの部分がないみたいな感じになってるらしいですよ、バックカメラの部分が。でもね、あのそれするとねガーニッシュ買うお金かかるんで、もうサムさんのところだとね、あの切ってもう切り飛ばすみたいな感じです。でまずね、あとこちらね、先ほどのテレビ配線等ですね、 GPS アンテナの線とかを全部通して、であとここにね、あと全部引っ張り出したら、あとはナビの方を組み付けて配線を隠すというとこです。まあ新しい車なんでね、やっぱ後ろのねスペースはいっぱいあるんでね、線はねこんな感じでたくさんあってもね逃げるから、まあいいかなっていうとこです。昔のね車なんかはね、ほんと後ろのスペースないですからね、まあステレオがつくっていう時代のほんと車っていうのは、後ろのスペースはないし車速はないしって大変ね、そんなんで大変でしたね。で今ねステアリングリモコンの設定だったりとか、あとバックカメラですね、そちらの設定等をね今やってます。でこれをしてね、あのもうパッと使えるような形にねしてるような感じです。バックカメラもねこれ設定しとかないとね、バックギアに入れた時にねならなかったりっていうのもあるんですけど、こういう風にね設定をすればこういう風になります。で角度を合わせて、でこれで取り付けですね。であとはね、あのドライブレコーダーのマウント位置とかの調整をしてっていうところで、全てが取り付け終わったら、こちらがナビです。
まあ、こういった形でついてますね。で、こちらドライブレコーダーですね。まあ、こんな感じでついてます。2画面表示の方にね、してます。そしてこちら ETC ですね。今回グローブボックス中に入れてます。ビルトインではね、取り付けはしてません。で、あとね、こちらね、リアのドライブレコーダーのカメラ。で、あとね、こちらが言ってた、まあ、レーダーですね。まあ、後から付けてほしいということだったんで、まあ、レーダーの方も装着しました。で、あとね、こちら室内灯ですね、を LED にもしてほしいっていうことだったんで、LED にしました。で、あとね、こちらがリアのガーニッシュ部分ね、カメラのマウンドはこんな感じで、まあ、純正っぽくね、まあ、装着できてるんじゃないのかなと思います。これでね、作業 OK ですね。で、次はね、こちらエアコンメンテナンスですね。で、こちら1234ガスがね、実装されてます。で、規定量はね、320g にね、なってますんで、まあ、今からね、抜き取りの方をやっていくっていうとこです。でもう全自動モードね、フラッシングはなしでいきます。で、ガス規定量 320g で入っていたガスがね、なんと 240g で 80g 少ないと。で、これがね、1234ガスだから頭が痛いんですよ。ガス代高いじゃないかっていうね、ガスぐらい満タン入れてくれよみたいなね。もうガス代はね、やっぱ1234まだちょっとね、かなりあくどい値段するんで、正直ね、しんどいですね。で、まあね、1234ガスの実装をしてるね、人たちとかね、新車で買ってる人、エアコンは効きます。ただ、新車の状態からね、やっぱり満タンにしてやることで、コンプレッサーのね、仕事量も減らせるっていうメリットもありますので、皆さんぜひね、一回こう、施工することをお勧めします。で、まあガス代が高いんで、1234はね、別途ガス代をいただくっていう形でやってますんで、まあ、そこら辺もね、ちょっと頭に入れていただければなっていうとこです。まあ今回みたいにね、こういう結果になりました。そしてね、車の方ですね、こちらワックスの方をかけておきます。とりあえずはね、新車で持ってきた時に、まあディーラーさんが持ってくる時はね、洗車のみしてる状態なんで、まあ、特に今回コーティング等もしないっていうところなんでね、まあワックスだけでもね、かけてやっとくと、まあ水弾きも良くなるし、まあ触った感じもね、ツルツルするんでっていうとこです。であとツヤもね、まあツヤもともとありますけどね、まあ、これでしっかりと仕上げておくっていう形です。まあ、こんな感じでね、ワックスまで塗って納車準備完了です。あとね、新車で意外にあるのがね、内窓がね、意外に汚かったりするんですよね。だから納車前に拭いとくといいです。意外に拭くとね、白ぼけしてる感じがあるんでね、綺麗になります。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、スペーシアのね、まあ、納車の準備でした。そしてね、まずエアコンのガスはこちらね、1234タイプになってたんで、まあ、新ガスですね、そちらが実装されてます。でガス規定量ね320に対して240っていうところですね。だからまあ 80g 少ないっていう結果です。できればねやっぱこういう高価なガスのはねちょっと満タンに入れていただけると助かるんですけどねっていうところですね。で次にね電装関係の取り付けの方もしました。でナビと ETC ドライブレコーダーですね、まあ、こちらの取り付けの方をしてまあバッチリです。で、あとね、車の方ワックスをかけて、ね、燃料も満タンで納車。もうこれ当たり前です。新車でも中古車でも、サムさんとかね、基本的に燃料は満タンで納車します。で、これでね、まあ一通りのね、納車準備はできましたね。まあ今ね、新車頼むと来にくいっていう状況なんでね、例えば同じような車でも今頼むとどれだけ納期がかかるのかっていうとこですよね。で、まあガスもね、やっぱり新車では少ないっていうとこなんで、皆さんね、しっかりとガスメンテをね、最初に買ったうちにやることをお勧めします。で1234のねガスはね本当値段が高いんで今もねまだ1234ガスの案件ってほとんど来ないような状況です。まあ実装されている車走っている車ってまあまああると思うんですけど、まあ乗られている方がねまあどこまでそういうことに興味を持ってるかっていうのもねあるのかなとは思います。でまあこんな風に抜いてみると少ないと。で1234のガスでも過去に何台かして1台ぐらいはねまあパツパツ入っているのもありましたけど、それ以外はね、大体まあ少ないですね。大体2割、3割は少ないかなっていう印象です。まあ、そんな感じなんで、まあ、新車のうちに、ね、入れとくことで、まあ、いいコンディションをずっと維持するっていうところですね。で、定期的にメンテナンスをしていくというところです。まあ、じゃあ、あとはね、こちらのスペーシアの、ね、納車をするだけなんで、まあ、またお客さんとね、日取りを決めて、あとは引き渡しかなっていうところです。それではね、また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。